タイガースの野球は7、8、9が回ってくるので、3イニングは攻撃を捨てる。まあいろんな組み立てられるキャッチャーのはピッチャーからしたらいいですよね。本当にいいキャッチャーってそのビハインドピッチャーが投げてる時にどんだけ耐え忍ぶかだと思うんですね。今そういうボールを打てる阪神のバッターいないの？いやだから今打ってるのも、ね、要は近本中野ぐらいなんですね。そうだね、この 1,2 番はやっぱりチャンス作れるバッターなんですけど、そこ返すところが今機能してないので、昨日でもまあ井岡が上がってきて、はい、打ったけど、はい、よくなってるよね。井岡はもともといいんですよ、うん、だよね、スイング強いしね、はいはい、今年フォーム変わったんだよね、多分わかる。なんかいやちょっと僕広げてない、はい、うん、いやもうよかった。こうやって構えてこうやって打ってたのが、はい、もう懐ができだしたんだよね。あ、なるほど。でこうポンと出てくるようになってるから、はい、あ打ついいフォームしてるなと思ってやっぱ昨日打ったよね。なんか使った方がいいと思う。間ができたのかな。もともとはだから一番飛ばせる、うん、日本人の選手の中では一番飛ばせる選手で、ね、うん、でホームランが要するにレフトじゃなくてセンターに飛ばせるバッターなんで、うん、使ってれば外の変、うん、逃げていくボールの変化球ばっかり振ってたんで、うん、なかなか使ってもらえないのと、やっぱりもう旬じゃなくなってくるから、うん、なかなかこう目立ってないけど、うんうん、いや使ったら面白いよ、うん、ずっと思ってたんですけど、うん、なんか昨日のホーム見てたらすごい良くなる気がする、はい、右にも打てるようになってますからね、うん、今多分だからこのボール球手出してるっていうのはこう懐ないからもう止まんないんだよね、だからね、はい、だからもうこう入っちゃうから、はい、うん、でエゴシ見てすごく勉強したんじゃないですか。エゴシね、エゴシはうちは押してるんだよね。いやタイガースタジアム外振っちゃうんで、そこなんだよね、はい、うん、だから左ピッチャーの時は積極的に使ってあげればいいんですけど、ね、逆にだからそこら辺やっぱりその起用方法っていうのがさ、うん、ね、出てるよね、あのだからそこが交通渋滞になってるんですよ、うん、エゴシしかり、ね、ヨーカーしかり、佐藤君が来たことで近本君がハマったことによって、うん、1ポジションしかないところに、うん、要するにロハスジュニアもいりゃ、うん、糸井イワシオもいればってなるので、うん、結局出番がないんですよね。ないよね、うん、そこもあんま良くないよね。そうだから使い切らないで終わっちゃうみたいな試合よね、選手はね。うん、思っても今なら使っていいと思いますけどね、うん、ね、ロハスジュニアは下げているので、まあ、これがいつ出るか分からないですけど、だから、ね、マルテが戻ってきたんです、うん、一応昨日ね。昨日ね、はい、うん、だからもういらないかなっていう、ね、それ言っちゃう、言って大丈夫、俺もそう思ってたんだけど、大丈夫。いや、ちょっと待って、ちなみに、はい、何がダメ、そういう外国人、まあ、マルテに関して言うと、大事なところで要するに試合出れないやついらないでしょ。まあそれもそうだし、まあ、まあ打つ打たないは別にして、うん、しっかり走れないんですよ。でこれがね3割30本打ってるバッターの話は分かるんですけど、うん、まあ、2割5分ぐらいの、ね、うん、20本ぐらいの人がやっぱ一生懸命走れないっていうのはちょっと厳しいかな。だから結局毎年怪我で要するに、うん、きついよなって言ってたんですけど、去年は途中でロハスが来るぞってなって、うん、スタートが良かったんです、怪我もせずに、うん、はい、でサンズかマルテどっちか悪い方がロハス来たら落ちるぞってなったから、うん、もう2人必死になって結果出しに行ってたから良かったんです、うん、で今年はだからもう、うん、あキャンプで見てロハス、あこんな感じかと思ったら、うん、いけると思ったんでしょうね多分、あそうかな、自分がだから出てすぐ怪我したでしょ、うん、そうだよね、もうその前の年もずっとその怪我で途中離脱なんですよね彼は、うん、それだともう助っ人じゃないですし、ね、その先ほど その使い切れないところ言うと、うん、もうロハスジュニアを外してるならマルテも優勝争いしてるなら使わなきゃいけないし、まあ、うん、仮に9月ぐらいでそれこそ首位争いしてるならそこで戻ってきて結果出してはいいと思う、うん、でそうしなかったら本当にエゴシとかヨーカー君あたりの使い場所がないんですよ、うん、死んじゃうよね、だったらヨーカー使ってエゴシ使って、うん、糸井義を使ってやった方が将来性はあるのかなっていう、そこで彼らの力で3位に押し上げられれば、うんうん、まだこう見てるファンの方も納得するのかな、まあ来年以降はね、はい、そうだ、マルテがねもうよっぽど今打ってるんなら話は別だけど、昨日も全く大事なところで、ね、全く打てないとか、はい、その繰り返しなんで、全員が機能してたら、うん、こんな位置にいるチームじゃないですか、まあそうだよね、戦力的な、まあ、ダントツ1位でもおかしくない僕戦力だと思ってたので、そうですね、今年は、うん、え暗黒時代、うん、暗黒時代の話出ました、ね、そのアンコロ持ちみたいに簡単に言わないアンコロ持ち時代、はい、と
今は全然戦力いや全然今のは全然いいよね、はい、2億の選手がベンチですよ、うん、マルテあロハスジュニア、うんまあ、我々の時のベンチいたら最低年俸の選手と思いますよねそうだよねあの田中修太とか、はい、ああ言ったっけ修太いや僕も高波とかさ、はい、92年出た時は別に年俸800万ですからそうか普通に、うんはい、そうだよねその当時ね考えたら、うん、いや今の戦力はもう唯一不安だなって、まあ、関西の方でもその評論もろもろがみんなが言うのは、うん、去年違うのはもうスアレスがいない、うん、だからここで苦労するぞ後ろお尻でっていうのはあったんですけど、うん、お尻に行くまでもなく今苦労してるのででも今投手陣良くなってきてるね阪神はね、はいうん、あの後の方も後ろもだから岩崎の前に岩佐岩佐も森だらけ、岩佐君もいいし、はい、鍋爺もいいし、ね、鍋爺もちょっとずつよくはなってきて、そうだよね、岩佐田も戻ってきてとか、うん、なってますんで、先発もいいしね、はい、また打つ方でしょうね、多分ね、つながりがないんで、だから、ないんですよね、ちょっと打順動かしすぎですかね、打順がね、そうなんだよね、まあもうなんか、なんていうのかな、その少年野球みたいな、適当になんか組んでやってみようみたいな、じゃあだけどそんな感じみたいな。バッターってある程度、うんこの打順って言ってもらった方が野球しやすくないですか、うん、まあまあそこはあると思いますけどあ急に自分だけ嫌な感じでやるのできようかなっていう、はい、まあでも決して批判してるわけじゃないからね、うんうん、なんかうまく勝ってほしいなっていうだけであってね、でも矢野監督はやめるんだよね、矢野さんも辞めるでしょ、今シーズン終わりはやめると用意どんで言いましたね、うん、まああの今日あのしっかりとね胴上げしてイメージしてるんでね、うん、あのキャンプ中ね、なんとかね予祝で優勝してほしいよね、はい、いやだけどどんな離れで行っちゃってるから、うん、そうだよね、あんま意味なかったのかなっていうまあでもシーズン終わってないから、はい、こればっかりはね分かんないけどね、うん、だけどまあなんかこう、うん、悲しいかな、本当にこうベンチの表情が暗いんですよ、誰矢野さんも含めて、あーそうだね、コーチ陣がね、うん、あそうコーチ陣も、うん、とベンチの雰囲気はもう、うん、そこはもう選手はなんとか頑張ってるわけだから、うん、もう嘘でも空元気出してほしいんだよねこれ、うん、そうそれはあるよね、結構沈んじゃうよね、はい、負けてる時ね、その時にでもいい時はもうなんか明るく見えるんですけど、ね、うん、悪い時に沈んじゃうから逆で、うん、いい時はもう選手が盛り上がってるんだからそう、うん、冷静にいればいいんですけど、うん、悪い時こそね、うん、まあ、腕組んでうーんってしてると、うん、そうだよね、感じちゃうんですよね、あの雰囲気はね重くなっちゃうよね多分ね、重いと思います、うん、やっぱ選手は監督まあ、意外に見るじゃん、まあ、見てもしょうがないんだけど、はい、やっぱ自分のやることやらなくちゃいけないんだけど、でもなんとなくさその雰囲気ってさベンチであるじゃん、はい、なんかもうみんなで勢いでいけるのかいけないのかっていうさ、そうですね、でこんなになってるとさ、うん、やっぱり、ね、勝てる試合も勝てなくなるっていうこともあるかもしれないね、まあ、なんせねもう今どんどんこう規制が緩和されて、うん、お客さんが入ってくるようになったから余計その反応がシビアにはなってくるんでね、うん、辛いと思いますけど、うん、まあ、それがタイガースじゃないかって思えば、うん、そうなんで、うん、まあ、注目されるチームなんで、うん、そうですね、うん、やっぱりそれなりの僕はもう、まあまあ、僕はお店だってファン目線でも見てるんで、うん、やっぱりそれなりの覚悟を持ってやらないと監督ってできないと思うので、そうですね、うん、だからまあ当然ねファンのためにやるっていうやっぱしっかり結果を残すことがファンのためにね、うん、つながるんだけど、そこら辺も考えてやっぱやれるのが阪神の監督じゃないから、ね、まあ、星野さんにしてもやっぱさ、はい、ね、なんとかファンのためにもあれば、はい、うん、負けられないっていう中で一生懸命、ね、優勝したわけだし、はい、だどうなんでしょう、うん、今こそ、うん、そのたくさんファンが入っているところを味方に使えませんかって思うんですよ、あそうだよね、順位関係なくね、うん、その日球場で見てる人たちは、うん、その日のゲームが盛り上がれば盛り上がってくれますやん、ね、お前らこんな盛り上がってどうせ6位じゃないかなんて言う人一人もいませんよ、ヒットドーってなるし、そこでこう上がるテンションをうまく利用すれば、うん、一日一日の積み重ねで、うんうん、いやそんな言うけどどうせ明日負けたらまたそんなボロクソ言うんでしょっていう雰囲気に見えちゃうんですよベンチが、あそう、ね、3連戦ね、今日勝ちゃいいじゃない、あ明日も勝つつもりでやって最悪負けたら仕方ないじゃないっていう思いで、うん、やれば、うん、まあ、ちょっと雰囲気変わるのかなとは思うんですよね。だから、まあ、阪神の野球見てると、うん、なんかねその
まあ、一つ一つの積み重ねじゃないですか、はい、まあ、1球1球であったり見逃し方打ち方とか、まあ、一つ塁を進めて得点圏ねどんどんプレッシャー与えるとか、うん、なんかそれがなくてねなんかもう大量得点取りに行ってるみたいな確かにそれをすごい感じるんですよ、はい、まあ、でもね野村さんの野球じゃないけどやっぱり相手に嫌なことするとかね、はい、そういうのをもっとね、まあ、まあベンチがどういう采配を出してるかは知らないけど選手が感じないとダメだと俺は思ってるわけ、うん、だから今年はもう最初開幕からああいうねやっちゃいけないことをやりながら、はい、でこういう流れになっちゃったっていうのを選手が来年今年もそうだけど、まあ、これからもそうだけど来年以降にやっぱり勉強にしてくれれば、はい、うん、だからもう俺あの例えば4番の大山君が、はい、うん、セーフティーバントしてもいいと思うの1、2塁で、はい、いいと思うの俺、はい、だって勝つためにやってるわけだから、はい、ランナー進めるために、はい、相手が嫌がる、ね、例えば0対0の試合であればさ、はい、そこで点が入れば勝てるわけだから、はい、そこで綺麗に打ってどうのこうのっていうよりも、はい、選手がそういう意識をみんな持つっていうのが大切で、はい、多分ヤクルトも去年そうだったと思う、はい、そういうことで進めながら盛り上がってわーってなってって、はい、ビッグウェーブになったわけ、はいはい、だからちっちゃい波を作らないとビッグウェーブって起こんないわけだから、はいはい、それを作ればいいんだけどいきなりビッグウェーブってのは無理だと思うんだよね、今の状況でいくと、はい、ちっちゃい波ね、ちっちゃい波からこうやって上に行くわけで、うん、はい、いきなりビッグウェーブ無理だと思うんだよね、はい、なるほどね、あ、そこら辺をちょっと選手があの感じるみたいな、うん、ちっちゃなことからやっぱり勝って波を作っていこうみたいな、うん、確かにそれが俺は必要だと思う、阪神、ね、には今、はい、急にビッグウェーブ無理だから、確かに、うん、90年代にしたら一番強い時だよね、阪神がですね。あ、まあそうですね、なんとか国時代っていう、まあほぼ5位か6位っていうね、6位が多かったかな、でもね、そうですね、横浜さんと結構競ってたかな、あ、うん、まあ、でも98はでも優勝したからね、うん、ベイスターズはでも96、78ぐらいからちょっとバッ、ね、マシンガン打線が ね強くなってね、当時言ったらピッチャーは誰がいたの、阪神ですか、まあ、ヤブ、あ、ヤブ、まあ、僕がいて、湯、うん、船さん、うん、竹内、うん、かくり、うん、中込、猪俣さん、マイク、中田さん、ああ、野田さん、うん、ああ、で、あと田村さんがいたり、田村が後ろ、弓永さん、弓永さん、なんでなんで、はい、ってことはバッターが暗黒なの、ピッチャーすごいじゃん、ピッチャーはまあまあ防御率は、まあまあ、90年は防御率がいいって優勝争いしましたからね、いや、だからもうこれは俺言いにくいけど、92年になるまではもう要するに85年の日本一メンバーをでしがみ倒したんで、それプラス外国人でやってて、いや、だからまあ多分年齢が高年齢化していったんじゃないですか、だから91年までは切り替わりができなかったね、まあ真由美さん、岡田さん、平田さん、木戸さん、はい、もうここが中心のチームでしたから、あ、そうだ、後半ぐらいまで、ね、はい、そこに、あの、不良外国人が2人ぐらい、不良外国人がいて、まあ、一番はルパート・ジョーンズと言いましたけど、ゼロゼロ怪人って誰も知らないんですよ、ジョーンズ最初にゼロゼロつけたんですよ、はい、阪神で一番最初つけた、その後カメちゃんだもんね、だから誰もつけなかったんですよ、陰血っていうこれゼロゼロは誰もつけちゃダメだってなったけど、うん、島野さんが、お前背番号重いから帰ろうって帰ろうってゼロゼロに、67からゼロゼロに変わったんですよ、67もマイナスになったみたいなね、ロッカーでもゼロゼロ置いてありました嫌ですって言ったんですよゼロゼロ出たもんね、当時はもうゼロしかなかったもんね、最初もね、そうです、そうです、はい、あれゼロゼロよう考えたよね、そう、だからそのジョーンズからですね、だからアメリカのなんかバスケットボールとかアメリカンフットボールのイメージですよね、なんかゼロゼロっていう、あ、なるほどなるほど、野球であんまり、うん、そうだよね、はい、ただ多分ね、日本のゼロゼロ一番最初って僕は大英の山口さんだと思うんですよね、左バッターでいたでしょ、あ、いた、山口さん、はい、その前、それまで33番つけてたらだったと思うんですよ、はい、その人が多分画期的だよね、ゼロゼロ、ゼロゼロ一番最初だと思います、で、亀ちゃんが 1番打って、いえ、1番和田さんが打ちました、あ、和田さん、和田さんで、はい、亀ちゃん、はい、3番は3番、オマリー、オマリー、で、4番がパチョレ、あ、パチョ、で、5番が八木さんだったり、岡田さんだったり、あ、岡田さん、これなんかそんな弱そうな、くじとかもいたんだよ、くじはだから7番、7番、はい、7で山田8、山田がね8で9ピッチャーで、ー7、8、9は自衛隊って言われた、自衛隊、だからタイガースの野球は7、8、9が回ってくるので、うん、3イニングは攻撃を捨てる、6回で戦うと、
攻め6回、守り9回でどうやって勝つんだっていう野球をしなきゃいけないっていうのはよく言われてましたけど、それ、はい、よくわかる、はい、暗黒ベイスターズ時代もあって、はい、なんかそんな感じだったよ、やっぱり、はい、789 789って、はい、その当時は振動とかいました？いやいや、その終わってから、終わってからですか？その時代終わってから、はい、マシンが終わったぐらいで、はい、この回は手入んないなそれはプラスピッチャー弱かったからね、はいはい、当時ベイスターズ、まあ、今の阪神もそんな感じだよね。ちょっとね、梅ちゃんかの坂本か分かんないけど、そこら辺、ね、はいはい、ちょっと打てなくて、だから梅ちゃんをね、うん、ずっと使ってたら勝負強いんですよ、うん、ああそうかもしれない、ね、去年はだから、うん、得点圏打率は良かったもんね、最初1位でいたんですよ、うん、で、あれが出てきたんですよね、ハクション大魔王、うん、ああウィーラーウィーラーね、はい、ウィーラーがドンと出てきて、うん、得点圏抜かれましたけど、うん、それまでは梅ちゃんがいいとこ打ったもんね、1位だったんですよ、得点圏打率、うん、だからキャッチャーの、うん、その谷繁君しかりですけど、うん、その勝負強いバッターって7、8にいても、うん、2割で4分ぐらいでいいんですよ、うん、ただここっていうところで1分出すやつが気持ち悪いですよね、うんうん、確かにそうだね、はい、で去年のヤクルトの要するに優勝って、これオスナ・サンタナよく言われますけど、うん、やっぱり中村君が打ったらでかいですよね、あそこが打ったから大事なところで打たれたもんね、ピッチャー以外のところがもうほとんど隙がないと言いますか、うん、でピッチャーのところはここ一に川端君がいたでしょ、うん、だからそれはもうピッチャーが耐えれたらっていうチームでしたから、うんうん、キャッチャーが打つとね、はい、ちょっと一気に打線っていうのはこう盛り上がってくるしか、こう厚みが出るよね、ただだからそのセ・リーグの野球でその怖いとこはいつしかこうキャッチャー打たないといけない時代になってきたから、逆に言うとピッチャー引っ張るっていうところがその曖昧になりがちですよね、言わないけど、昔はまずそっちだって守りだって言ってましたけど、打つバッターキャッチャーが増えてきて、意外にあのノーガードの打ち合いになる試合も増えてきてるじゃないですか、ピッチャー心理で言ったらどっちなんだろう、まあでもやっぱりね、まあ、リードであったりそのスローイングであったりとか、うん、まあ、いろんな組み立てられるキャッチャーの方がピッチャーからしたらいいですよね、うんうん、まあでも打たなくても、まあ、キャッチャーとしてね、打たなくてもまだ、うんうん、ゲームで例えば3割5分打つキャッチャーがいます、うん、でも片や2割打てない、うん、まあ、チームで言ったらまあ本当にゲノゲノバッティングをしている、うん、うん、まあでも打てなくてもやっぱりリード面だとかランナーの対策とかいろいろできてる方が、まあ僕的にはいい感じはしますけどね、だから結局みんなこう忘れがちですけど、打ってるキャッチャーでセ・リーグで評価されてる去年の中村君もそうですけど、古田さんにしてもやっぱりね、配球面とか守りが良くてプラス打撃がいいんですよね、守りが曖昧で打撃じゃないんですよ、うんうん、結局、うん、やっぱりゲーム組み立てるのってキャッチャーだから、はい、うん、キャッチャーがやっぱそういうチームを一つまとめるじゃないけど、はい、ね、試合の流れを作っていくっていうことができないと、今のはね結構大事なところでポコポコ打たれちゃったりとか、はい、やっちゃいけないことっていうのをやって、ね、点取られたりとか、うん、まあ、阪神だけに限らないのかもしれないけど、うん、多い気がするんだよね、はい、昔は分かりやすい言い方しましたよ、敗戦処理っていうね、うん、今ビハインドっていう言い方しますけど、うん、要するにその勝ってるゲームは勝つ当然なんですけど、うん、要するに1点2点負けてるゲームをそのまま維持しつつ、だからピッチャーは落としつつでしょ、言い方悪いけど、うん、勝ちゲームじゃないピッチャーを使いつつ、うん、その点数を広げずいけば追いつく可能性があるというゲームをしてるチームやっぱり強いですよ、でここで要するに先に1点2点加点されていく、うん、っていうのはやっぱキャッチャーのやりくりなので、やっぱり力っていうかね、はい、見る力っていうかね、いろんなバッターを見たりとかね、だから本当にキャッチャーって、うん、そのビハインドピッチャーが投げてる時にどんだけ耐え忍ぶかだと思うんですね、うん、でそこで同点まで持ってくるとホームゲームだったら今度は勝ちゲームのピッチャーを先に出せるようになってくるんですね、うん、サヨナラ勝ちを取れるので、うん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 、だからやっぱりそこがちっちゃな波から、ね、やね、もう結局行かないと、ね、ヤクルトの勝ち方じゃないですか、ね、結局、うん、あれあれっていう時にそうしれっと追いついてくるっていうね、うんうん、タイガース意外に先行逃げ切りが多いんですよね、うん、そうだね、はい、うん、で結局中がしんどかった、暗黒時代も中がしんどかったです、ピッチャーが先発がもうこけると総動員で行くんですけど、うんうん、そうだね、結局踏ん張りきれないって開いていくっていうね、はい、うん、田村さんしかいなかったですかね、完璧なピッチャーというのが、そうだね、その当時ね、確かにね、
だからそこまでつなぐためにはやっぱり勝ち逃げ、先行逃げ切りのパターンがないと、ね、先発も抑えながらね、はい、うん、ありましたね昔は。打線なんかそうだよね、はい、先発さえ落としたら、うん、どん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 落ちてきますからね、来るっていうチームだったら、うん、凋落だもんね。そうなんです。うん、だからやっぱりその先発を下ろすためにじゃあどうするのっていうのは打線の工夫がさ、うん、必要なわけですよ。やっぱり、ね、球数投げさせるもそうだし、勝負球やっつけるのもそうだし、うんうん、だそこら辺ができてくるとね、はい、まあちょっとね、だ太陽も良かったんですよ、あの頃横浜太陽も、うん、森田佐々木だったんで後ろ、うん、あそうだよね、だからすごかったんです、うん、だから先発早く下ろすだけだよ、うんうん、8、9はもう強いです、もう終わりだからね、それまでに下ろしちゃう、6、7のところに中継ぎさえ入れれば、うん、ひっくり返すチャンスがあったんですね、うんうん、だから5まで持たせないっていう先発を、うんうん、っていう戦い方はしてましたね、うんうん、そうだね、うん、勝ちパターンそんな感じだよね、だからやっぱり他のチームは、まあ当時ジャイアンツは桑田斎藤牧原あたりのところはもう強かったもんね、普通にスイ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 7回ぐらい来るんで、もうヒット1本が2本だもんだって、そうですよ、もう俺1点取られたらやばいと思ったもんね、投げてて2点はもう負けだと思ってたから、2点で負けか、2点で負けだと思ってましたもん、阪神巨人戦が終わるじゃないですか、ドームで終わってすぐ横だったんですね、サテライトコアグループって昔は、はいはいはい、そこにバス一応戻るんですけど、戻って素振りするじゃないですか、うん、若手素振りするんですよ、駐車場で、うんうん、素振りして部屋物ってユニフォームクリーニング出すのに脱ぎながらテレビつけたら他の球場まだやってますから近いしね、はい、ホテルね、うん、で振ってさって言ったらもう、うん、まあまあだよね、はい、時間主力のもうベテランの先輩方は、うん、もうセカンドバック持って、うん、タクシー乗って出てきてますからそういう時代だよね、いや本当に8時半には終わってましたよね、うん、巨人戦は開幕巨人戦とかあって斎藤さんが先発で1安打完封とかされて、ね、早いですもう4球、ね、5球で和田さんが1本ヒット落ちましたみたいな、それで終わりみたいなね、うん、2対0とか3対0で負けて、ね、本当に早かったですね、うん、まあ、で早かったね、あれパリーグで見てたけど斎藤さんこれ打つどうやって打つんやろって見てたもんな、いやだからあの人がそのコントロール悪かったって嘘でしょうと思いますもんね、うん、だから腕下げてめちゃくちゃいいことをしましたから、うん、はい、本当あのゲームみたいなスライダーとかカーブないですもんね、うん、そうですね、大きいなんかねキュッと曲がるんだけどグッと曲がってくるんですよ、ね、うん、あのスライダーってほとんどまっすぐスライダーなんですよ、うん、そうそう、それしかないんだもんね、たまに気分が乗った時だけちょっと進化、うん、シュートっぽい進化投げるんですけどでほとんど遊びでね、投げなくても通用するので、うんうん、はい、何がいいのこう打席だった時、外のもう左バッターでいうと外の出し入れとインハイの、やっぱインハイのまっすぐ見せられて、そうと、もう今でいうそのフロントドアとかバックドアみたいなのもバンバン使って、ただ僕はもう逆に僕は桑田斎藤っていう2人は打ってるんですよ、コントロールいいから、あ逆にね、アウトローいっぱい投げてくるんで、もう初めから反則前にたちが反則甘くなるわけじゃないですか、もう踏み込んでそれをあの三遊間に打ってましたね、でキャッチャーデーブさんの時もセーフティーやってました、デーブ、デーブさんの時、デーブさんと、ね、ああセーフティー、動けないから、すんなよすんなよとか言うんですけど、うん、ね、サード岡崎さんで、うん、キャッチャーデーブさん絶対セーフティーだと思った桑田さんはうまいからね、うまいですね、なかなかあれですけど、ね、フィールディングうまかったんで、なんかバントして湯船さんのかな、なんか取りに行ってもうサード線ぐらいのところでジャンプして取ってさ、肘壊さなかった、なんか桑田さんでしょ、桑田さんなんかありましたね、あったよね、それね、はい、それでしばらく投げれなくなっちゃってね、はい、フィールディングめちゃくちゃ、あんなとこまで追いつくのかっていうぐらい走ってきますからね、しょっちゅう練習でショートでね、普通にショートよく入ってましたね、やってたけど、うん、はい、回ったもんね、よかったです、バッティングもいいし、しで、はい、巨人は本当嫌なんだよね、だから、ね、はい、9番があの桑田さんとかさ、槙原さんとバッティングいいから、そうですね、その前の村田さんが楽みたいな、そういう状況になっちゃうからね、村田さんは見てないと思うけど、うん、いや見てるんじゃないですか、見てないと思うよ、そこが一番気が抜けるっていう、斎藤さんもバッティング良かったよね、いや良かったですよ、良かったですね、うん、今日は、新興エンジニアのセノンスポーツゼロに来ました、コンビクラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます、こんな施設もあります、疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう、じゃあね、一緒だわ、セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました、101、107、110いきます、
111